こんにちは、ぷよぷよプレイヤーのテマと申します。本日はぷよぷよ初心者を対象とした超簡単ぷよ講座を始めます。私の画面は左側の水色、相手のコンピューターは右側の赤い画面です。動画では私の方左側をご覧ください。まずはぷよぷよの簡単なルールを説明します。ぷよぷよは同じ色を4個集めて攻撃をするゲームです。例えばなんですけど、今青いぷよぷよが来ているので青を消します。えい、もう一度青いぷよぷよを消します。えい、そうすると相手の画面に透明なぷよぷよが起こってきます。これがお邪魔ぷよです。対戦ではこのお邪魔ぷよをたくさん取ることが重要になります。ですがぷよぷよを4個消しただけの場合、相手に送れるお邪魔ぷよは0個か1個、それがいつまで経っても相手を倒すことができません。ぷよぷよの連鎖ができないけどお邪魔ぷよをいっぱい送りたい、そんなあなたはぷよぷよ5個以上集めて消してみましょう。例えばこの状態、このまま下に落とせば紫は消えますが、あえて近くに置きます。そして紫が来た時にえい、こっちもえい、さっきとは遅れてるお邪魔ぷよの量が全然違いますね。ぷよぷよを5個以上消すことでお邪魔ぷよを確実にたくさん相手に送ることができます。強くなりたい人はぜひやってみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。